皆さんこんにちは東中野教会の牧師の浦上みちるです今日も明日の礼拝に備えた週一礼拝の目想を共に始めましょうこの衆一礼拝の目想では明日の日曜日の意味や聖書のわかりやすいお話をいたしますどうぞ気軽にご参加くださいでは最初に共に聖書箇所につながる賛美歌を一曲,一曲歌いましょう 賛美歌二十一をお持ちの方は賛美歌二十一を明日の主法をお持ちの方は主法をご準備ください賛美歌二十一の197番ああ主の瞳の一節と三節を共に歌いましょう Shibe shite Shibe shite 明日は復活節の第二手術となりますこの日曜日は白衣の手術白い衣と書いた白衣です白衣の手術とも呼ばれる日であり1週間前のイースターとの関係もあってとても重要な式とされています初代教会時代、まあ、弟子たちや、まあ、その後の 1>, まあ1世紀2世紀ぐらいですがそのような時代の時には求道者の人たちが洗礼式を受けてキリスト者となるというこの儀式はイエス様が復活されたイースター礼拝の中で行われました他の日曜日とかあの他の日にはされてなかったんですもうイースターの日に行うとされていました この時代の洗礼式は基本的に「死んで」というこの頭の先まで水にザプンと浸かるような形で行われておりその時洗礼を受ける人たちはアルバと呼ばれる白い衣を身につけます。この「アルバ」は私が礼拝の中で生きているあの白い衣も同じものですこのイエス様や弟子たちの時代から同じものがずっと使われてきました この白い衣はパウロが語っている、まあ、神にかたどって作られた新しい人を身につけたものとしてそれを意味しあるいはヨハネの黙示録の中にもこの白い衣を着た人たちがキリスト者たちが神様を礼拝する姿が描かれています今でも、まあ、この白い衣は礼拝を知識をする牧師が来ますし あるいはローマカトリック教会では女性が頭からかぶるベールこの白いベールをかぶっている姿がえ時々テレビでも出てきますがあのベールはこの白い衣から着ているものですその名残がここにありますえ初代教会ではこの洗礼を受けた人たちは1週間の間この白い衣を着続けるということが義務となっていましただだから、日日曜日だけ、 とか教会の中だけじゃなくて洗礼を受けた後1週間は街の中であるいは自分の職場でもこのある白い衣を着続けないといけなかったんです、まあ、そのことによって確かにこの人は教会の仲間になった、まあ、キリストを信じるものであるということを教会の仲間たちやまた家族や また職場やいろんな人たちに対して示すということになっていったんです。はい、ちょっと話が長くなりましたが、えー、明日のこの復活節第二週日はこのイースターから始まったイースターから一週間となりますので、この洗礼を受けた人たちが着続けた白衣を脱ぐ日となっています。えー、礼拝の冒頭で読まれる招きの言葉も。 生まれたばかりの血のみごのように「霊の父を死体求めなさい」と呼ばれこの洗礼を受けて新たに生まれ変わった人たちがこの産着を脱いで教会の群れの中で養われて成長していくようにと語られるそんな日曜日となっていますではともに聖書を開いていきましょう明日の聖書の歌手は「 ヨハネによる福音書20章19節から31節まで新約聖書の210ページですヨハネによる福音書20章の19節から31節までヨハネによって記された「主イエス・キリストの福音」「主に栄光」 その日、すなわち、週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に 平和があるように。父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わすそう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る12人の1人で ディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。 さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。とには皆鍵がかけてあったのに、イエスが真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、 私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。この他にも、 イエスは弟子たちの前で多くの印を流さったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの何より命を受けるためである。我らの主イエス・キリストの福音、キリストに賛美。 では今日もこの「聖書箇所」につながる絵画を1つご紹介しますはい、えーこちらですね。えー、この絵画は17世紀のオランダの画家ピーテル・パウル・ルーベンスが描いた「聖トマスの不信という名付けられたそんな絵画ですそうもう手を差し出しているイエス様ですね。上半身裸の姿で描かれていますこの、 イエス様の手には十字架にかけられたときにつけられた釘の跡が見えます。結構太い穴が開いてますね。そしてまたちょっと見にくいんですがよく見ると左の脇腹にも槍でつかれた跡がしっかりと残っています。この弟子たちもまじまじと見ているそんな様子が見えて取れますね。そうあの奥に いるのはどの,などの弟子なんでしょうか、まあね、どれがトマスなのかも分かりませんがあの奥にいる弟子は復活されたイエス様の顔を本当にイエス様かなと思ってまじまじと真剣なま差しで見つめているというそんな絵画でもありますではどのようなことがあったんでしょうか共に見ていきましょう。 今日の聖書の箇所は、週の初めの日の夕方、つまりイースターの日曜日の日の夕方の出来事でした。この日の早朝には、イエス様は復活されて、マグダラのマリアは墓の前で復活されたイエス様と出会いました。そして、マリアは弟子たちのもとに走り、弟子たちに、イエス様は復活されたと、 教えまし,たしかし弟子たちはそのことを伝えられましたが信じていなかったようです彼らは皆自分のいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていましたこの弟子たちの姿は福音に触れても自分の心を閉ざしてしまっている私たちの姿と重なります復活されたイエス様は 弟子たちの真ん中にまた私たちの真ん中に立たれてあなた方に平和があるようにと言って来てくださいました復活のイエス様はどんなに分厚い罪の隔ての壁もあるいはどんなに頑丈な扉も鍵もイエス様の許しの愛を阻むことはできませんここにイエス様の 愛の圧倒的な勝利を私たちは見ますまた、えー、今日の箇所にはトマスが最初の時はいなかったと記されています私はあの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない と語るトマスの姿ですこのトマスの姿も私たちと重なるものですいつも目に見えるものに縛られ神様に対して「証拠を見せろ!」と叫ぶ私たちの罪の姿がここに記されています共に見えないものに目を注ぎ神の神秘に触れていきたいと思います それでは、共に主の祈りを祈ってこの回を終わりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ。願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ。我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試み合わせず 悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何のものなればなりアーメン。皆様の上に神様の豊かな祝福があるようになります父と子と精霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますようにアーメン。 これで手術礼拝の目想を終わります。ではまた明日の礼拝でお会いしましょう。